お世話になります。噂のユナリストです。今回は大工の源さん超無限について説明をしていきます。早速ですが天井はこちらです。天井恩恵はボーナス当選となっているのでレギュラーも全然あり得ます。 AT じゃないのが非常に残念ですね。レギュラーが続いているほど究極の二択という演出が発生しやすくなっており、3連以降はチャンスとなっているようです。究極の二択とは、二択を当てれば AT に突入するといった演出です。当てられなければ何も起こらないので、また次のボーナスを目指す形になります。このことからレギュラーが連続している回数によって狙い目を調整するのがベストかと思います。3連続以降であれば AT 当選まで打ち切っていいと思います。ですが先ほど話した通り AT は青天井になるので、スルーするときは永遠にスルーします。その点を考えるとあまりハイエナ向きではないですね。続いてリセット狙いです。リセット判別はできませんが、天井が600ゲームに短縮されるので朝1の当たりが600ゲームを超えていれば据え置きということはわかります。ボールの傾向をつかめているようであればリセットの場合は純粋にボーダーを300ゲーム下げて狙うことができると思います。天井短縮の他にも200ゲームで降格に行くことや AT レベルの優遇を受けれるなど、しっかりと恩恵があるので可能であれば積極的に狙っていきたいですね。続いてモード示唆を説明していきますが、この台には6種類のモードがあることをまずは頭に入れておきましょう。通常も天国も C に近ければ近いほどいいとされています。打ち手としては天国 B 以上を狙いたいので、通常時を打つのであれば通常 B 以上を狙いたいということがわかります。通常時の演出でモードの示唆が行われていますが、一瞬の演出なので他の人が打っている時の確認ができればボーダーを下げて狙っていきましょう。ステージチェンジの際に発生するアイキャッチに出てくるキャラクターによってモードの示唆が行われています。基本的なアイキャッチはキャラクターが1人表示されていますが、2人のキャラクターが描かれているアイキャッチが出現した時点で通常 B 以上のチャンスとなります。続いてボーナス中のキャラクターの紹介でもモードの示唆が行われています。順番が前後してしまいますが、やめ時は天国を確認してからやめるため、今回は天国示唆系のキャラは省略します。表示している画像の左側の次回が通常 B 以上濃厚となる場合は AT 当選まで打ち切った方がいいかと思います。右側のキャラは設定6が濃厚となるので終日分回していきましょう。ついでですが、設定示唆系で言うと通常時の左下にたまにアイコンが表示されます。そのアイコンがエビであれば設定5以上が濃厚となり、アンコウであれば設定6が濃厚となります。どちらかでも確認できた場合は終日分回していいと思います。それと通常時に究極の二択のノイズみたいなものが発生するケースがあります。発生すると次のボーナスで究極の二択が発生するチャンスとなっており、エフェクトが赤であれば発生が濃厚となるようです。ここも見逃さないようにいきましょう。狙い目とは関係ありませんが、この台の AT 中はディールロックがよく発生します。 AT 開始画面でマックスベットを長押しするとディールロックの有無を選択できます。時間効率を上げるためにもここはオフにしておいた方がいいかと思います。続いてやめ時ですが、天国を確認してからやめるようにしましょう。レギュラーが3連目を狙ってスルーしてしまった場合はまた AT 当選まで打ち切るといったことや、レギュラーが続いていなくても次回が通常日以上濃厚のケースなどは続行するようにしましょう。とにかく天国でループさせて出玉を増やしていく台なので、中途半端なところで捨ててしまわないように注意をしましょう。今回の話をまとめるとこちらになります。冒頭でも言いましたが AT は青天井になります。スルーするときは永遠にスルーしてしまうので、そこは頭に入れておきましょう。公表されていないだけで、もしかしたらレギュラー天井などもあるかもしれませんので、今後の情報に期待していきましょう。今回は以上になります。参考にしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。